国鉄蒸気機関車のナンバープレート国鉄から JR へ継承されてきた、初対 JR 西日本が導入した、森沢新五初対阪神の車番初帯神戸、市営地下鉄の車番初帯南海の車番初帯、名鉄の車番初帯青い森鉄道の車番初帯鉄,鉄道の車両番号は、鉄道車両を一両ごとに付与される固有の記号番号のこと。略して、車番とも。 形式称号を含んでいる場合が多いが、絶対ではない。形、型とは、デザイン、性能などが、同じ制御者、付随者、動力者に与えられる番号のこと。系とは、一連の形、型の車両群のこと。同じ鉄道事業者に在籍する他の車両との区別のため、車両の管理上の必要から付されるもので、ほとんどの国家では、 同じ記号番号を持つ車両が同時に同じ鉄道事業者に在籍することは通常ないがかつての日本国鉄をはじめ稀に2両以上の記号番号が同時に在籍することがある。なおかつての植民軌道では車両番号が付されないこともあった。日本においては多くの場合はアラビア数字のみまたはカタカナとの兵器で表される。数字のみならずアルファベット、 ひらがな、ローマ数字、漢字などを用いることもある。番号は形式に関連付けられていることが多いが、形式と番号を完全に分離して平気する例、逆に形式と番号に全く関連性のない例も見られる。具体的画像は、カテゴリー、鉄道車両番号画像も参照。車両番号は、車体正面や側面、また車内などに表示される。 表示方法は様々で、鉄板にカット活字を乗せたナンバープレート、車体にカット活字を貼り付けたもの、車体に直接ペンキで書いたりなどがある。車両番号にカタカナを含む場合、日本国有鉄道 JR 各社では、雲屋の一ゼロゼロ七のようにカタカナも表記するが、四国旅客鉄道の新形式車両や、私鉄の多くでは、通常、車体に 車種カタカナを表記せず、数字部分のみとする。なお、京成電鉄や西武鉄道の一部旧型車両では、カタカナも併記されている。車番表示の書体は概ね標準的なゴシック体だが、各鉄道営業体に特有の書体を用いる場合もある。細かく見れば、同じゴシック体のようでも、各営業体で微妙に異なるのがわかる。また、JR 各社も、 写し方かなや、数字の書式については、旧国鉄時代のものを引き継いできたが、21世紀初頭になって、西日本旅客鉄道での5名などの森沢慎吾からだ、東日本旅客鉄道、近畿日本鉄道、北総鉄道の7300型にまで採用されていたヘルベチカなど、新型車両での別書体採用、従来型車両での書体変更も見られるようになった。 また、九州旅客鉄道の一部車両で見られる、コシック体で文字の周りを一文字ずつ四角で囲む、未透過デザインのような特殊な書体も見られる。鉄道のナンバープレートは、廃車された蒸気機関車のものなどについて、コレクションの対象となっており、プレミアムがついて取引されたりする。各鉄道事業者が、車庫見学会などの折、他の鉄道廃材と並べ即売会を行うこともある。 一方で、コレクションが講じて、あまり厳重に管理されていない公園に、生態保存されている車両、さらには、現役の車両から窃盗する事件も発生している。以下を参照。機関車については、各鉄道事業者とも、動力方式、動力軸数を示すアルファベットを関する例が、ほとんどである。私鉄の旅客用車両には、動力方式をカタカナで形式名に含む例が多い。 でも、菊地など、ありがとうございます。